ヒズメ屋跡にある、五郎沼、安平の首桶に入っていた種から開花した、古代蓮ヒズメ末平は、平安時代後期から鎌倉時代初期にかけての武将。欧州藤原氏の初代、藤原清平の四男、清綱の子。兄は、春光。なお、ヒズメの表記は、ヒズメの他に、ヒズメ、ヒズメなど複数見られる。ヒズメの語源は、当時この一体が、 北上川の船場として栄えており、アイヌ語のピッツムイが点火したものとされる。欧州藤原氏の傍流ではあるが、北方の守りのようとして、市和群曇の曇根館に今日構え、曇根氏を名乗った。同氏の支配地域は、現在のシワ町から八幡町、森岡市栗リ川に達し、平泉の北日本今日構え、欧州藤原氏一族の中でも、幼少なした。 従来の通説では、平泉から日爪に移ったのは、春光の代とされてきたが、最新の発掘調査による研究では、1100年代前半の時期の河原家が出土していることから、平泉初代の清平の頃から同地に今日構えていた、可能性が高くなった。末平の妹である女子は、佐藤元春の5妻となり、源義経の家臣となる、佐藤継信。 中心兄弟を生んでいる。日詰館跡にある、五郎沼には、かつて、日詰五郎末平がよく泳いでいたとの伝承が残る。道沼は、川の氾濫を防ぐとともに灌漑用水池として、人工的に作られた可能性が高い。現在は6ヘクタールほどだが、王子は12から16ヘクタールもあったと言われる。五郎沼の傍らには小さな破水池がある。これは、 中村寺根直道に安置されていた藤原康平の首をけから発見された蓮の種を同時から譲り受け2002年5月休港殿に移植したもので古代蓮の通称がある蓮の種は800年以上の時を超えて発芽、成長して開花し現在では毎年7月に蓮の花が咲き誇るあずま鏡によれば源の頼朝が欧州攻めを行った 文治5年の9月4日、頼朝軍が、島軍に差し掛かったと聞いた、ひずめ春光は、館を焼き払って逃げ落ちた。これを追うために頼朝は、三浦義澄、義連、吉村などを使わし、同日に、陣岡八森に陣を構えた。11日、頼朝は陣岡を引き払い、栗屋川柵へ向かったが、15日に、ひずめ太郎春光入道が、弟の五郎末平。ら。 息子の大高蛇志向、二郎健康、河北家じゃ忠平、末平の息子の新高蛇行行などを連れて、栗屋川の頼朝人所へ幸福の意を示して訪れた。年老いた、春光の姿を見た頼朝は彼を哀れに思い、家臣の発達家に預けたが、春光は、法華行を唱える以外は一言も話さなかった。翌十六日、新人深か,かった、地下から、 春光の様子を伝えられた頼朝は、それまで処置を迷っていたが、本領の日詰めを安堵することに決め、18日に頼朝は春光などの処置について刑に伺いの使者を向かわせた。10月19日、頼朝は鎌倉への帰途に宇都宮二ら山の神社へ立ち寄り、戦勝祈願のため荘園を一つ寄進することを誓ったと言い、日詰めの一族をその職につけた。 12月6日、頼朝は、春郷以外のものについての入る先の案を立てると、計に飛脚を向かわせ、同月26日、18日付で計の調停より、案の通り宣言が下された。その内容は、以下の通り。以下は、詩話町、平泉関連史跡連携協議会、詩話の歴史は面白い。平泉関連編にある、ひ詰めしのその後についての概略である。 出展には疑問もあるが記載する。ありがとうございます。